こんにちは、岸井ゆきのです。稽古目を済ませての韓国上映のイベントで韓国に行くことになりました。皆さんぜひ来てください。はい、笑顔でお願いします。耳は聞こえていませんが問題はないです。もういいんじゃないの、プロになってそれだけですごいことなんだから。大川選手がボクシングをする理由は何だと思いますか？それは何だろうな。